皆さんどうも、ピーマンドエスというわけで、今回ドラゴンクエストビルダーズ実況8回目になりますぞい。今回も第1章メルキド編をプレイしていくからね。現在はね、このロロンド、そしてこちらの男の子2つにね、クエストが出てるんでね。まあロロンドのクエストから今回はやっていこうと思うんだけど、その前に、前回ですね、この大木槌という新たな武器を作りました。これ見てくれよ。すごいだろ、やばいだろ、でかいだろ。この大木槌でね、今まで破壊できなかったものが破壊できるようになって素材が取れるのでね、ちょっと取っていきましょうよ。今まで取れなかったといえばこの木ですよね。大木槌はこの木を破壊することもできるんで、破壊しちゃいましょう。自然破壊、自然を破壊するものになるからね。俺は行きましょう。行こう、レッツゴー。あ、硬いな、わりかし硬い。ただこれを破壊すると今まで作れなかったものが作れるようになるはず。これ木のブロックだよね。ちょっと待って、今マックスあるからいらないもの。もう青い油ごめんね、これ捨てさせてもらうわ。スライムには申し訳ないけどね。せっかく取ったのを捨てるなよっていう話だけど、今ごめん。たくさん持ってるから。これですね。捨てる。こんなのいらねえんだ。あっち行け。イエーイ、これだね。おイエーイ、初めて木を取ったよ。イエス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 、こうやって木も破壊することできるんだ。で、これ切り株残ってるけど、置いとけば自然に木っていう、木は生えてくるのかな？どうなんだろうね。まあ、でも完全に、ねえ、切ってはないですから、多分置いときゃ自然に生えてくるんじゃないかなと思う。うん、思ってるだけね。そして木の後は次はこれだよね。今までこの石のブロックも破壊できなかったんだけど、これが破壊できるようになりますから、ちょっと破壊していこう。スライムが邪魔だな。どけどけどけ。攻撃していくんじゃねえぞ。イエスイエスイエス、オーケー、ナイス破壊。あら、ブロック出てこないね。なんでだ、なんか手に入るわけじゃないの、破壊するだけ。ふ完全に環境破壊だよね。意味ない。これは違うんだ。あっちのも破壊しに行こうかな。てっきり石のブロック手に入るかと思ったら何も入らなかったね。ただただ割れるだけって意味不明だろう。よっしゃ、ここ破壊していこう。オッケー、オッケー、レッツゴー。あら、あら、石のブロックは手に入らない。あ、ないんだね。マインクラフトみたいにね、石のブロック破壊したらなんかそういうの入るのかなと思ったらそうじゃないんだ。で、この取った、さっきの木のやつで木材を作りましょう。これも初めて作るね。よし、作ろう。えいよえいよえいよ、あいできました。早いね、仕事が早い。ベンチをひらめいた。イエス、ベンチ座るやつだね。オッケー、それだけ。フェンス、フェンスもひらめいた。これで街を守ることができるよ。イエス、もう一個ない、もう一個ないの。あ、うちダメ、二つだけ。この木材を作ると、ベンチと、そしてフェンスですね。今まで作れなかったものが作れるようになったよ。おー、イエス、おー、イエス、おー、イエス。ちょっと街これね、囲ってないからね、モンスターが来たら入ってこられるようになってるから、これフェンスを作って、街を囲むのもいいかもしれないね。まあ、今の段階だといいでしょう。なんで今いいのかわかんないけどね。じゃあ、ロロンドのクエストからまずやっていこうかな。ロロンドどうしたんだい？うん。集めてますよ、たくさんね。いや、そうでもないけどね、持ち物の管理、収納ボックス作ってますからね、あそこを入れるだけだと思うが。うん。あ、まあ、さっきありましたよね。青い油。思いっきり捨てたよね、スライム。申し訳なかったよ。ほう！そんなに？恐ろしいほど便利になるのか。わかったよ。また作れ系のクエストだね。はい、オッケー。これを作るためには、またあれでしょうね。木材から作るんでしょうね。どこにある？あ、これだ、これだ、これだ。うわ、たくさんあるな。木材に毛皮に壺。壺？壺いるの？ま、壺の作り方が簡単だよね。まず一つ作っておきましょう。ドゥルルルー。壺ができた、一個ね。で、お次は何が必要だ？毛皮か。毛皮は何から取るんだ？二つ持ってるんだけどね。あれ、俺何から取ったっけ？あ、大木槌だ。あいつを倒せば確か手に入るはずだ。そうだそうだそうだ。ちょっと別の世界に行きましょう。飛んでいきまーす。誰も見送りないっていうね。前回も言ったけど、誰か見送ってくれよ。大木槌を倒したら確か毛皮が手に入ってたはずだよ。前回手に入れたんだ。その分の2個があったんだね。じゃ倒していこう。おお、このね、作った大木槌はどうやら、まあ、前回のお話にも出てましたけど、モンスター倒す用には向いてないらしいんだよね。だからね、棍棒でここは。なんでそんな端っこ行くの？そう、落ちちゃうじゃん。俺、落ちちゃうじゃん。何してんの、こいつ。ほら、当たらねえし、最悪。
何ジャンプしてんの？落ちるよ。痛い痛い痛い。オキジ強いからね。ほらほらほら。レッツゴーナイス。イエース毛皮手に入れたよ。まあ、予備のためちょっともうちょっと倒していっとこうかな。スライムベースもいるね。お前も倒してやろうか。お前も毛皮にしたろうか。絶対できないけどね。もうちょスライムですから。ほら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 。レッツゴーナイス。ほら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 。全部倒してやるね、この野郎。ウチ痛い。イエス、めっちゃ集まってくる。なんだなこれ、群れか群れなのか家族なのか。スライムベースも来たし、なんじゃお前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 、なに、黄色いつぼみをゲットした。まあそんなことはどうでもいいわ。どけどけどけ、なんでこんな大群で来るの。やべえ、夜になったわ。逃げよう逃げよう逃げよう。もうこの世界出ましょう。夜はあかん。なに、ボロい服が壊れてもうた。あかん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 。ゼンラだ。オーマイガー、可愛い体型だね。勇者とは思えない。勇者じゃないけどね。何この可愛い体型。子供かお前。5歳児みたいな体型しやがって。やべえ、俺今全裸だよ。みんなドン引きじゃねえかこれ。この帰ってきたくなかったね。ちょっと装備しましょう。あ、壺置いちゃった。間違った。あ、壺回収できんの。イエスイエス、よかった。あ、割ってもまた手に入るんだね。うわ、便利な壺だね。普通割ったら手に入らないはずなんだけど。この全裸のまんまだとちょっと気持ち悪いので、ピリンも見てるしね。いろんな人が見てるんで。ボロい服どこにしまったっけ。あら、ボロい服作ってなかったっけ。作ろうか。あかんわ、みんな見られてる。みんなに俺の乳首見られてる。あ、旅人の服が作れるじゃないか。これじゃあ作ろうよ。これ初めてだね。こっちの方がいいや、かっこいいしね。で、旅人の服、これだね。守備力5、移動速度が少し上がるとのことだね。丈夫で固く冒険的したかっこいい服だ。かっこいいのなら着ないとね。おー、かっこよくなったじゃない。いいね、イケメン、さすがだね。で、ほんで、何が必要なんだっけ。あれ作るためには、あと一つ。あ、木材か。持ってる数、現在一つなので、さっき取った分もあるしね。木材、木材、上だったかな。あったあった、これだこれだ。じゃあまとめて作りましょう。何個作れる ?3 つか。あと4つ足りないね。まあいいや、取りに行こう。その辺に入ってますからね。環境破壊していこうよ。環境破壊するゲームだからね。マインクラフトもビルダーズもね、そういうゲームだから。あ、さっき捨てた青い油がある。いいんだよ、捨てていいんだよ。青い油を捨てるためにあるんだ。おら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 、イエスイエスイエス。あ、おお、破壊しちゃった。全部破壊しちゃったね。ブナの苗を手に入れたぞ。ああ、切り株も破壊することできるんだね。これ苗植えると生えてくるんじゃ。植えとこう、この辺に。はい、また生えてきてね。ごめんね。完全な環境破壊してるけど、そして夜になってる。まあでもこの世界のね、このメルキノ地方の夜はそんなに怖くないよ。そんなに強い敵が出てくるわけじゃないからね。はい、お化け来た。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。すごい勢いで来るね。オーマイガー、オーマイガー。コンボ接種、コンボ接種。めっちゃ勢い、すごい勢いでくる。誰のお化けなんだ。よくわからんが、倒すぞ。この野郎、この野郎。の、強い、強い。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。ダメ、死ぬ。助けて、誰か助けて。なんで誰も助けてくれねえの。死にかけてるよ。俺がいなくなったらもう街復興できないよ。ほら。助けて。誰でもいい、助けろや。なんで誰も助けてくれねえんだ。ひどいゲームだ。仲間とかも関係ないね。ほら、早く倒して。レッツゴー、倒したわ。ハップネーム勘弁してくれよ。なんでお前がキメラの羽持ってんだよ。キメラのお化けだったのか。よっしゃ、はい、作りましょう。で、木材ですね。全部まとめて作って。はい、オッケー。ナイス、一気に12個手に入ったよ。8個ね。うん。ほんで、これで作れるわ。はい、これ。はい、作ります。でるるるー。えいゆー、できましたよー。ロロンド起きてんのか。ロロンド起きてこ。ロロンド思いっきり寝てるし、なんじゃあいつ。せっかく作ったのに。寝るんじゃねえ、起きろバカ野郎。まあいいや、とりあえず今晩はもう寝ましょう。後で起こすわ。寝てるとこ起こすほど俺は鬼畜じゃないから、うん。起きてから報告しましょう。優しさ持ってるからね、そういう優しさ持ってる。みんな褒めてくれ。よっしゃ、起きろジジイてめえ、朝だこの野郎。何もするわけでもねえけど起きろお前。よっしゃ、話かけようか。うん。作りましたよ。ほう。あ、そうなんだ。自動で？自動的にすげえな。どこにいても取り出せる。ならもう収納箱いらないじゃないですか。なんで収納箱いるんだよ。この先収納箱使うことねえぞ、ほとんど。うん。いや、まだ、そうだよね。この銅、石炭、石材、これを手に入れていかないと、あっちの世界にしかないんだね。ほう。
オーケー、わかった。ちょっとじゃあ、採取しに行こうか。青い油5個いらねえ。全部捨ててやるわ。なんで青い油ばっかくれるんだ。いらねえって言ってんだろ、そんなに。じゃあ、とりあえずこれ設置しましょう。どこに設置しようかな。あ、この何でもないハウス、誰も人いないハウスに入れようか。作ったのはいいんだけどね、拠点レベルを上げるためだけに作った部屋ね、誰も入ってこない、俺も入らないっていうね。ここに置こう。何、必要な場所が足りない。嘘でしょ。イエス、置いたよ。ほう、うん、どんな場所にいても持ち物メニューから物が取り出せる。すごい便利なアイテムだよね。倉庫、わーお、めっちゃ手に、めっちゃ入れれるし、やべえな。ほほほー、これを活用していこう。収納、今ある収納バッグ、ボックス全部壊してやろうかな。そんな気分になってきたよ。さて、お次はロロンドが言ってた通りね、まだ石材、そして石炭、ほんで、鉱石、手に入れたことないんでね、ちょっと手に入れようよ。そこあるね、壁のとこ挟まってる、あれだ、あれだ。あれ壊せば手に入るはずだ。どけい、どけい、どけい、破壊していくぜ、この野郎。おら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 、レッツゴー。イエス、イエス、初めての石炭をゲットした。ノー、ノー、なんか来てる。お、お、お、ブラウニー、ブラウニー、オーマイガ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 ー、あかん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 、大きい土の進化バージョンじゃねえか。お前、あかん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 。群れで来てるんですけど、確実に殺す気だ。お、嘘でしょ、嘘でしょ。オーマイガー、ダメ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 。全力で逃げて、今戦いになったら間違いなく負ける。ゲームオーバーだぜ、みんな。上がってこれね、バカ野郎。破壊してるんですけど、ワッツ、ワッツ、破壊活動してるんですけど、いかん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 。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。ノノ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 。嘘でしょ、嘘でしょ。これあかん、これあかん、これあかん。戦いになったら絶対負ける。オッケー、オッケー、すぐ逃げて。緊急事態、緊急事態、嫌な事態。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。いろいろと、いろいろと、嘘でしょ。パニック、パニック。置けない、なんで置けないの、腹立つわ。よし、置いて上に上がろう。これはまずい、これはいろいろとまずい。ピンチ、なんで置けないの。ワッツ、ワッツ、早く置いて、早く置いて。時間がないし、時間がないし、来てるし。今までいなかったんだけどね。見たことない、これ初めて見るよ。なんであいつらいるの、怖えー、あっぶねえ、やられるとこだったよ。3体もいたんだ、お前確実にリンチするつもりじゃないですか。大きい図には勝ててもあいつには勝てんぞ。鉱石取りたいのに邪魔ばかりしやがって。これ降りるに降りられないね。とりあえず石炭はゲットできたんだ。鉱石だったり石材まだ手に入れてないからね。うわ、骸骨剣士もいるし。これ破壊してみよう。イエス、イエス、イエス。おお、これ石材だ。イエス、イエス、イエス。初めて入手したよ。お、石の剣、おお、お、お前が本格的な武器来たぞ。もう、棍棒とか、ヒノキの棒とかそういうのじゃなくてね、本格的なもの来たね。石のテーブルめっちゃ来るじゃないですか。あお、石の椅子、やべえ、便利な世の中になっていくよ。かがり火、かがり火ね。かがり火だ。イエス、イエス、イエス。石の階段、おい、お前つきすぎじゃないの、天才か、お前。アインシュタイン以上の天才、ここに現るじゃん。やべえな。もう終わり。イエス、イエス、イエス。これ、これ取った。あ、あ、あ、ケイクス、ダメ、ダメ、ダメ。今戦いになったら確実負ける。逃げたい、逃げたい、逃げたい。逃げよう。逃げよう。すごい勢いで追いかけてくる。なんじゃこいつ。全然諦めねえよ。なんでお前みたいなやつが骸骨になったんだよ。絶対死なないだろ。とりあえず破壊して。石材、石材。これで石の剣をゲットしよう。石の剣をゲットするのは、今の魔物たちに恐怖を感じることはなくなると思う。絶対ね。じゃあ作っていこう。はい、はい、はい。イエーイ、完成したぞ。石の剣1個作った。これはかなり攻撃力高いよ、みんな。装備していこうよ、早速。でれれれん、石の剣。もう、棍棒なんか使う時代は終わったんだぜ、みんな。もう使わなくていいや。こんな外しとけ。いらねえ、いらねえ、いらねえ。じゃあ、これ設置して、ちょっとその辺の魔物切り刻んでいこうか。俺は切り刻むものになるんだ、みんな。恐ろしいぞ。罪のないものを切り刻みまくる。それが俺。よっしゃ、行こう。骸骨来いよ、酒はよくもやってくれた。どけ、うわっ、うわっ、強い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 、わぁ、わぁ、わぁ、めっちゃ強いよ、これ。やべえわ、石の剣、さすがだね。ようやく初めて作った本格的な武器だからね、これ見てよ、すぐ倒せるもん。オッケー、ゴー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 、レッツゴー。どけ、骨骨骨骨、パニック、骨どけ。お前はもう死んでんだよ、天国に行かしてやろう。グーバイヘブンへようこそ、レッツゴー。倒しまくってるね。このちゃん、ブラウンにいたんだよな。あれ、いなくなってる。あ、時間経つと、いや違う、ここじゃねえな、これまた別のとこだ。あれ、あいついたとこどこだっけ。いや、合ってるんじゃない、どこだっけ。いなくなってるね。いや、ここだよね、確かに。うん、ここだ、ここだ、ここだ。登りたい、登りたいって言ってるやついるもんね。さっきここでブラウニーたくさん挟まれたんだけど、時間経つとモンスターも移動していくんだ。ほん、どうやってあそこから出れたのか知らんけどね。出方を教えてほしいわ。レッツゴー。骨ばかり。
やめてくれ。よっしゃ、これであれ取れるようになったよ、鉱石。あいつらはもういない。邪魔者はもういないんだけどね。へっへっへ。破壊していこうよ。ドゥルルルーン、大きい土、これでバン、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 バン。レッツゴー！イエス！イエス！初めての銅を取った。あ、銅だね。よっしゃ、銅のインゴット。複数の銅を加工して塊にしたもの。おいおいおい。おお！レッツゴー！来たね！内部を高温にし、金属などを溶かす道具だね。これで銅を溶かすことができるってことかな？これたくさん取っとこう。銅、銅、銅。これでまたいろんなアイテム作れるようになるね。いや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 。お、粘土！初めての粘土！おお、食器をひらめいた！粘土？あ、深く掘っていくと粘土も手に入るんだね。ほら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 。今まで深く掘ったことなかったからさ、粘土なんて手に入れられなかったんだよね。おーおー、俺今どこにいる？恐ろしいな。見えないって恐ろしい。まずい。完全に夜だ。いろんなものが襲いかかってくるぞ。その前に逃げろ逃げろ、すごい勢いで逃げろ逃げろ、化け物が来る前に逃げろ逃げろ逃げろ。はい、逃げ成功、ありがとうございます。何も追いかけてこなかったね。ただ一人で舞い上がってただけだ。恥ずかしくなってきたね。元の世界戻ってきた。誰もお出迎えはなしですか？オッケー、わかりました。いやいや、いろいろと手に入ったからね、いろいろと作っていかないと。まずはこのかがり火を作れるようになったしね。そしてどれだ？石のテーブル。おお、たくさん作れるね。あ、これだ、これ。これ何？あ、石材もっと必要なのか。石材ってこっちでも手に入るんじゃないの？やべえ！空腹だ、空腹！まずいぞ！やべえ、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 やべえ。ちょっと料理誰か作ってないの？あ、ナイス！作ってるね！ちょっと今ダメだ。完全に空腹ゲージがもう切れてる。はい。焼きのこ食わせろ食わせろ。誰が作ってくれたのかはわからないけど、ありがとう。頬張るよ。あ、美味しいな。キノコってこんなに美味しかったんだ。モモガキの実。仲間に感謝だね。仲間がいなかったらもう餓死して死ぬとこだったわ。うん、感謝かどうかわかんないけどね。うん。仲間のやつもしっかりと働いてくれたら一人でこんなね、てんてこまいすることなかったのに。おーおーおー、幽霊来たよ。まずまずまずい。でも大丈夫。俺には石の剣が。来いよ。かかって来いよ。どうした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 。先ほど苦戦した幽霊も、この石の剣だとパッパと倒せるね。みんなも通販でぜひ買えよな。125円くらいで売ってるからね。すぐ買うべきだ。ジュース買うなら石の剣を買いなさい。おら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 、イエスイエスイエス、これで9個だね。8個あれや足りるから、これで作れるようになったよ。ほう、はい、作れるようになってますね。作りましょうよ。はい、オッケー。でれれれー、完成だ。ピリン横で何してんのよ。イエス。で、これをどこに置くかだよね。あ、あの部屋に置こうかな。誰も住んでない部屋。作ったの誰も住まないっていうね。みんな同じとこ固まるっていう寂しがり屋なのかな。これをどこに置こうかな。うわ、これもまたでかいな。でかいぞ。でかいから置く場所がほとんどないっていうね。どけどけどけ。ちょっと破壊するよ。いろいろと破壊しちゃうよ。あ、ここ置けるかな？イエス、置いたよ。おー、イエス、完成だ。で、これで、おー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 、レンガが作れるようになってるね。何、レンガって。あ、さっき取った粘土と石炭をここで作れば、レンガが作れるようになるんだ。で、銅のインゴット。これは？あー、銅があと一つ足りない。これでも銅作ったらさ、いろいろと武器系作れるんじゃないの？これまたちょっと銅を取りに行こうよ。よし、銅の方集めてきたよ。銅のインゴット作っていこう。これだ、ドゥルルルー。おいえおいえおいえ、ナイス、できたよ。おー、5個できたね。壁掛けの松屋にきらめいた。おいえ、あ、銅の剣来たよ。これ石の剣よりも強いものね。わあ、これだけ？わー、これだけなの？しょうべえな、もっとかも。もっとなんか銅のインゴットで作れるものあると思うけどね。そういや、今までこの壁にね、なんていうの？松屋に置けなかったからね、これで置けるようになったんだ。これちょっと作っていこうよ。これだね。イエス、壁掛けの松屋に、えい、作れ！レッツゴー！で、この作った松屋にを、ちょっと部屋の前にね、ここに置こうか。おい！置けない。レッツゴー。イエース、置けたね。おーイエース。なんかこの一つあるかないかでだいぶ印象が変わってくるよね。なんか家っぽくなった感じがするよ。家じゃなかったのかっていう話だけどね。家ですけどね、思いっきり。まだちょっとちっちゃいですけど、ここで全員4人で寝てるからね。
大家族か。OK! じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。今回はいろいろと作れる、いろいろとひらめいた実況になりましたね。銅の剣も作れますし。いやーもうこのメルキド地方のモンスターに恐怖を感じることはこれでなくなったね。銅の剣さえ持っときゃもうどんな敵でも、一コロですわ。次回の実況ではこちら男の子の方がね、クエスト出てますので、ちょっと名前は忘れましたが、めっちゃ話し込んでるね。おっさんと何話すことがあるんだよ。こちらのクエストをやっていけたらなと思いますので、お楽しみに。グッバイ。また会いましょう。